ジャバは19世紀イギリス海軍の搬送フリゲート38門艦。フランスにおいてフリゲート、ルノメとして建造されたが1811年にマダガスカル島付近でイギリス海軍によって捕獲されイギリス軍艦、ジャバとなった。米英戦争中の1812年12月29日、ブラジル沖でアメリカ海軍の44門、フリゲート、 コンスティチューションと交戦して破れた。ジャバは心臓のフリーゲートであり、補給も兵員も十分で、よく操船され、よく戦った。交戦の時は、ボンベイの総督に任命された、サートーマスヒスリップ陸軍中将とそのスタッフを、ポーツマスから認知まで送り届ける途中で、彼らの膨大な荷物と共に、海軍軍需品も運んでいた。そして、別の艦の兵員や、 移動中の別の艦長も乗り組んでいた。3時間の戦いで、ジャバは、コンスティチューションが、その数ヶ月前に破ったイギリス軍艦、ゲリエールより手強い敵であることを示したが、結局降伏した。ジャバは、修理不能と判断されて、焼却処分となった。コンスティチューションは午前8時、大西洋上ブラジル沖で2つの方を死任した。一方は陸に向かい、 一方は沖に向かってきた。それがジャバだった。コンスティチューションとジャバは、それぞれ秘密信号を掲げ、正しい応答が返らないことにより、味方でないことを確認した。コンスティチューションは11時30分、中立国ポルトガルの領海から離脱し、ジャバはそれを追った。ジャバのハリー・ランバート艦長は、戦闘経験の豊富な熟練した士官だったが、ジャバは、 オーツマスを執行した時から定員を遥かに上回る兵員を乗せており、かつその多くはボートを漕ぐのがやっとの陸上生活者だった。しかも悪いことに彼らは法術訓練を一回、それも空砲によるものしか実施できていなかった。一方コンスティチューションは熟練した兵員の乗り組んだ4人。ジャバは乗り組委員と火力のいずれも凌駕された不利な状況で戦いに突入した。 ジャバはコンスティチューションより快速であり、双方張って、コンスティチューションを追撃した。フランス製であることもあってジャバは、フリゲートとしては軽く高速で、扱いやすい艦だった。ジャバは、コンスティチューションの風上を取り、それ折りして、敵艦を操射しようとした。ウィリアム・ベインブリッジ艦長はこれに対し、こうした場合の標準である宿藩を行わず、そのまま航行を続けた。 午後2時には両艦とも南東に向かって進んでいた。戦闘は双方の艦から開始されたが、はじめはどちらも効果に乏しかった。コンスティチューションのベインブリッジ艦長は、平行するコースに艦を乗せると、距離1、2マイルで砲撃を開始した。この砲撃には効果がなく、ベインブリッジ艦長はさらに危険を犯して、ジャバに接近せざるを得なかった。ジャバの原則砲火は、 コンスティチューションのダリンを弾き飛ばし、ベインブリッジは両ももに負傷したにもかかわらず、戦いが終わるまで立ったままでいなければならなかった。両艦とも砲撃を続け、やがてジャバのマストが、右舷に倒れ、大半の方の発砲を妨害した。コンスティチューションの射撃の正確さと砲弾の重量は、それより小型のジャバに対して圧倒的な優勢を、発揮した。1時間のうちに、 ジャバのマストはすべて倒され、ランバート艦長は、コンスティチューションのマストトップからの狙撃によって、致命傷を負った。副長チャズ会議が、ジャバに便乗していた一人の艦長の助けを受けて、指揮権を引き継いだ。しかし、コンスティチューションが、自らの損害を修復して、戦闘に戻るまでの短い休止時間の間では、破損したマストを立て直すことは困難だった。コンスティチューションは、 ジャバが反撃できない位置から奏者を加えたので、ジャズには降伏するしか選択肢がなかった。捕獲することの意味と、貯蔵物資の価値にもかかわらず、艦を救うチャンスは、もはやなく、ジャバは火をかけられた。イギリス海軍には、同盟の軍艦が本艦を含めて3隻ある。アメリカ海軍では、コンスティチューションのジャバに対する勝利を記念して、1815年に、 完成した44問フリゲートを Java と命名した。ありがとうございます。